ボリス・シルポ、ボリス・セルピ、1893年4月3日から1967年1月25日は、ロシア生まれの指揮者、バイオリン教師。本名は、ボリス・オシポビチ・ボルフソン、ウラジカフカスに生まれる。モスクワやサンクトペテルブルクの音楽院でバイオリンを学び、ウィーニやベルリンなどに留学したが、最終的には、プラハで、タカールシェフチークに指示した。 1912年から1914年まで、ヘルシンキフィルハーモニー管弦楽団に在籍した後、ビボルグに移住し、1918年にビボルグ音楽院を設立して1939年まで、院長の地位にあった。1920年には、音楽院付属の室内管弦楽団を創設して、指揮活動も、始め、1932年には、 グロニスラフ・フーベルマンをソリストに立てて、オランダ、ベルギー、フランスなどの国を順延して、成功を収めた。1939年には、弟子の兵もハイットを連れて渡米し、ルイスクラーク大学の音楽科教授となった。1947年には、ポートランド室内管弦楽団を創設し、亡くなるまで、首席指揮者を務めた。1963年には、 ルイスクラーク大学から名誉博士号を送られている。1964年にラハティ音楽院から院長就任を打診されたが体調の不良を理由に断っている。ポートランドにて没。ルース、エステル、ヒルラ、フォン・バーバラ・ブランチャード、ヒストリカル、ディクショナリー・オブ・ザ・ミュージック・アンド・ミュージシャンズ・オブ・フィンランド、P381AMITYS.com ありがとうございます。